博覧会。博覧会は、物品や資料などを集めて、一般公開する催しのこと。様々な物品を集めて展示する博覧会。国内博覧会は、1798年、フランス革命の時期のパリで開催された。1849年までに、パリで11回にわたり開催され、徐々に規模が大きくなっていった。同様の博覧会が、ベルギー。 オランダなど各国でも開催されるようになると、1849年、フランスの首相が国際博覧会を提唱し、1851年に第1回国際博覧会がロンドンで開催されることになった。詳しくは国際博覧会を参照。以下において、日本における主な博覧会を歴史的に記述する。江戸時代の1757年、法歴7年、 佐抜の平賀が内の提案、本蔵家、田村乱水の主催で、江戸、湯島で薬品会が開催された。物産会は一般公開はされなかったが、全国から薬用になる動植物、鉱物を集めたもので、日本初の物産会であった。物産会はたびたび模様され、1761年、法暦11年には、湯島において、 現代主催の大規模な神母の会が開かれた。1867年、慶応三年、第2回パリ万博に幕府及び、薩摩藩と佐賀藩から、佐野城みんなが参加し、出品した。また、水戸藩の徳川秋武、渋沢栄一らもパリに赴いた。1873年、明治六年のウィーン万博には、日本政府として初めて公式参加し、 日本館を建設した。明治期の国際博覧会では、日本の展示品が好評をもって迎えられ、日本ブーム、ジャポニスムを広めた。近代日本では、新しい文明の成果や、他国の文化を人々に伝える、啓蒙的な役割を果たすことになった。百七十一年、明治四年、五月の球団下の西洋医学書、薬草園にて行われた大学南公主催の、 物産会、当初乱会の名で企画されたが直前に、物産会に名称変更や10月の京都の西本願寺で開催された京都博覧会、京都博覧会社主催が国内の博覧会最初期のものである。同博覧会は、以後も京都御苑などを会場に行われた。また、廃物希釈によって荒廃したならでも1875年、明治8年第一次なら博覧会が、 東大寺大仏殿及び回廊を会場として、県内寺社、個人所蔵の文化を集めた異色の博覧会として開催されたが、こちらは、小僧陰魚物などの複製を通じた伝統工芸に対する再評価の場となった奈良博覧会社により、以後毎年第15時まで開催。東京では1877年、明治10年に上野公園で、 1> 第1回内国官僚博覧会、政府主催が開催された。内国官僚博覧会は、以後、1881年、明治14年上の、1890年、明治23年上の、1895年、明治28年京都、1903年、明治36年大阪と5回が開催された。第5回の大阪での博覧会は、日本が、 工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟したことから海外からの出品が可能となり14カ国18地域の参加と出品点数3万1064点と予想以上の出品が集まったこの数字は1900年明治33年パリ万博の37カ国1902年明治35年グラスゴー万国博覧会の14カ国と比べてもあり 遜色なく、事実上小さな万国博覧会とみなしても、差し支えないだろう。上野公園では、その後も1907年、明治40年に、東京官僚博覧会、東京大賞博覧会1914年、大賞3年、平和記念東京博覧会1922年、大賞11年と、東京府主催の大規模な博覧会が続いた。 明治大正の博覧会場は、ほとんど、東京か、京都だったが、大阪、名古屋、仙台などでの開催例もある。また、日本統治下に入った朝鮮と台湾でも、日本統治の成果を示すことを目的とした、博覧会が開かれた。1915年、大正4年に、京城府、現在のソウル特別市で開催された、施政後年記念朝鮮物産新会をはじめ、 1929年、昭和4年には同じく、京城府で朝鮮博覧会。1935年、昭和10年には、台北で市政40周年記念台湾博覧会が開催された。それまで館長による主催の博覧会によって、投資の呼び込みや消費拡大に効果があることも示されたことで、大正期以降には、 民間会社主催の博覧会も模様されるようになった。新聞社、百貨店、鉄道事業者などが博覧会を主催するようになった。これには相互にも開催を取り上げることで、さらに効果を上げた。昭和に入ると、日本で国際博覧会を開催しようとする機運が高まり、議会でも議論された。紀元2600年に当たる1940年、昭和15年を期して、 日本で紀元2600年記念日本万国博覧会を開催する子に決まった1934年昭和9年に日本万国博覧協会創立。また東京オリンピックの同年開催も1936年昭和11年に決定し準備が進められた。しかし日中戦争が激化したため参加国の減少が見込まれたこと及び 軍部の反対により、1938年、昭和13年に開催中止が決定した。人類の進歩と調和をテーマに、1970年、昭和45年、大阪府水田市で開催された。77の国が参加したアジアで最初の国際博覧会であった。詳しくは、日本万国博覧会を参照。 大阪万博以降の特別博覧会としては以下の3博覧会がある。国際博覧会も参照。第二次世界大戦の以降も各地で博覧会が開催されていたが中でも特に成功を収め地方博覧会ブームの先駆けとなったのは1981年昭和56年に神戸で開催されたポートピア81である。埋め立て地に インフラ整備を行い、博覧会を契機に、後地開発を進めるという発想は、大阪万博に習ったものである。大きな成功を収めて株式会社神戸市の面目役所となった。その後、バブル景気や市政100周年事業と重なる1989年、平成元年の前後数年間に、横浜博覧会など各地で地方博ブームが起こったが、バブル崩壊と共に沈静化し、 東京の臨海部、大和地区で行われる予定だった、世界都市博覧会は中止された。これ以降も様々な博覧会は行われているが、博覧会は必要なのかという疑問の声も大きくなっていった。地方博ブームだった1988年、昭和63年に開催された博覧会は、ほとんどが黒字だったが、札幌市などで開催された、世界。 食の祭典は運営の図三差がたたって90億円という大赤字を出した。自然の英知をメインテーマに地球大交流をコンセプトに2005年、平成17年に愛知県長久手町、現長久手市、愛知県瀬戸市などで開催された。日本の万博史上最多の120を超える国々が参加した21世紀最初の国際博覧会であった。 詳しくは、2005年日本国際博覧会を参照。旧、通商産業省による特定博覧会制度による博覧会のことである。現在、この制度は終了している。経営12回開催。和歌山県は2度開催。詳しくは、ジャパンエキスポを参照。2000年、平成12年、2001年。 平成13年にインターネット博覧会、通称、インパクが開催された。過去の博覧会とは異なり、インターネット上の仮想空間での展覧会である。森吉郎が提唱した IT 戦略 E-JAPAN の具体化の一つだったが、成果については批判的な意見が多い。常述のように、これまで日本で開催されてきた博覧会の多くは、 春秋の時期に開催された。冬中心の開催例は今のところ開無に近い。屋外の展示や屋外で入場を待つ観客にとって寒さを感じさせない時期としたこと、春休みやゴールデンウィーク及び夏休みの時期などの春秋の行楽シーズンを良いとして開催したと思われる。特にこれまでの全ての国際博覧会、万国博覧会と主要な地方博覧会、 オートピア81が恒例の3月開幕、9月閉幕のスケジュールが広く認知され、そのイメージで捉える人も多い。小規模な地方博覧会の場合、7月開幕、9月閉幕のケースも多い。なお、この時期での博覧会の開催については、花だしく、初熱となる季節が含まれ、さらに多くの博覧会会場は、その時期、輻射熱で、 気温以上に暑くなっているので、熱射病などになる恐れが高まり良くないという見方もある。しかし、多くの観客は、真夏の暑さの中の博覧会を心よく思うようである。観客は、多くのケースの場合、知り上がりに増えるケースが多いようである。3月開幕、9月閉幕のスケジュールの場合、3月から4月中旬は、様子見なのか観客は、少なく、 4月下旬5月に第一次の観客数増大を招き、この中に5月に修学旅行を行う学校の修学旅行生も含まれる。6月から7月上旬は梅雨のためか減少し、7月中旬、8月中旬が最も観客の多い時期で、最後に閉幕直前の9月に駆け込み的に観客が増えるケースが多いようである。展示内容は博覧会のテーマによるが、 多くの場合、科学技術の成果を大衆に広く知らしめる内容や、出展企業、団体、国家政府の PR となるような内容、例えば出展国の文化や風物を知らしめるあることが多い。ただし、企業については、あからさまな宣伝は控えられる傾向にある。しかし、多くの観客が、博覧会に期待するものは、ある種のお祭りや、 移動遊園地的なものであることも多い。博覧会場に設置された遊具、観覧車や展望台などに期待したり、科学技術の成果物では、ロボット、宇宙開発、立体映像、リニアモーターカーなど、特に子供などにも分かりやすくかつ派手なものに人気が集まる傾向がある。また、観客で博覧会に多くを期待するのは、子供や中学生、 高校生など10代の人が多く、20代以上の成人層で博覧会から何かを得ようという人は少ない傾向にある。博覧会という形式は19世紀から20世紀において各国で大きな役割を果たしてきたが、情報化が進展し、様々なイベントや展覧会が日常的に開催されている現在、博覧会の意義が問われていると言える。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。